キング・アンド・ドクス・ヒラの仕様の穴埋め疑惑に迫る。坂口健太郎、新ドラマ、D.R. チョコレートにファンの反応。日本テレビ系列で4月から放送が予定されている新ドラマ、D.R. チョコレートの主演が坂口健太郎に決定し、ファンの間で波紋が広がっています。なぜなら、一部報道によれば、ドラマ主演が坂口に決まる前、 キング・アンドブスの平野市耀が同様の医療ドラマの主演が内定していたとされ、その彼の退場が関係している可能性があるからです。この記事では、坂口健太郎の新ドラマ、D.R. チョコレートに対するファンの反応や、平野市耀の退場に関する報道をもとに、ジャニーズ事務所の舞台裏やファンの心情に迫ります。坂口健太郎主演の新ドラマ、 D.R. チョコレート。4月にスタートする新ドラマ、D.R. チョコレートは、義手の元医者と10歳の天才少女が極秘手術を経おう物語で、条件として現金1億円とチョコレートが挙げられるというユニークな設定となっています。坂口健太郎が義手の元医者を演じ、少女ドクター D.R. チョコレートは白山ノアが務めます。 これに対して、坂口は7月期の日曜ドラマでも主演を務めることが発表されており、2クール連続での主演となる異例のスケジュールとなっています。平野紫耀の退場と、黒サギでの最後のジャニーズドラマ出演。ファンの間で囁かれている D.R. チョコレートの主演が坂口になった背景には、平野紫耀の動向が関係している可能性があります。 昨年、平野は5月22日にジャニーズ事務所からの退場を発表し、これによって彼の今後の活動が注目を集めました。報道によれば、平野は以前、医療者のドラマの主演が内定していたとされ、それが退場と関係している可能性が報じられました。ジャニーズファンからは、代打予回りは失礼。 と、坂口に対する道場の声も上がっていますが、クロサギがジャニーズでの最後のドラマ出演になる可能性が浮上しています。ファンの反応と平野の穴埋め疑惑。坂口の新ドラマが発表されたことで、SNS 上ではキンプリ、キングピンス、ファンから様々な声が上がっています。平野の医療ドラマが内定していた可能性に対して、死を組んでみたかった。 といった期待の声や、平野くんを想像しちゃうから、もう辛くて見れない。といった嘆きの声が相次いでいます。ただし、平野の医療ドラマが正式に発表されていなかったことから、代々ばわりは失礼、といった坂口に対する道場の声も存在しています。この状況から見て取れるのは、 ファンの間で坂口と平野のドラマ主演の事実が交錯していることによる複雑な感情が渦巻いているということです。ジャニーズ事務所のコメントと今後の展望。記事執筆時点では、ジャニーズ事務所からの公式コメントはないものの、平野の退場については5月22日に発表されており、ファンやメディアの注目を集めています。 一方で、坂口の新ドラマに対する期待も高まっており、ジャニーズ事務所は両者の活動についてどのようなポジションを取るのか注目されています。平野の黒詐ギがジャニーズでの最後のドラマ出演となるかどうかも気になるところです。これからの展望や関係者のコメントが明らかにされるにつれ、ファンたちの興味は一層高まることでしょう。 ジャニーズ事務所を退所した平野紫洋と坂口健太郎の新ドラマ主演に関する疑惑がファンの間で広がっています。平野の穴埋め疑惑については確定的な情報がない中での憶測となっていますが、ファンたちの複雑な感情や期待が SNS 上で騒がれています。 今後、ジャニーズ事務所からの公式コメントや関係者の発言、そしてドラマの放送開始を迎えてからの反応が注目されます。どちらの俳優もファンからの愛される存在であり、それが彼らの活動にどのような影響を与えるか、今後の動向がファンたちにとって重要なポイントとなりそうです。で、